はい、皆さんこんにちは。レクセン人講師の川原です。では2023鑑定理論、論文ブリッジ講座、第1回講義を行っていきます。このブリッジ講座は、鑑定理論について、論文合格講座の中でまずはね、初めに受講していただく、論文向けの、スタート講座ですね、ということになってきます。なのでまずはね、論文式試験の概要からちょっと、説明をしていきます。はい、このね、令和3年度のちょっと願書を使いまして、論文式試験の概要について説明をしていきます。まずは手続き面なんですけど、この受付期間なんですけど、受験手続きは例年ですね、2月の中旬から3月の中旬が受付期間となっています。担当免除で論文式試験から受ける方も、担当の時と同じこの2月の中旬から3月の下旬、中旬にかけて、受験手続きにしていただく必要があります。毎年1人2人受験手続き忘れましたって方いるんですけど、そればっかりねどうしようもできませんので、しっかりと、受験手続きを行うようにしてください。またこう期日が近づいてきましたならば、レク不動産鑑定士課のホームページだったりツイッター等々ですね、情報発信をしていきます。で、試験の日程なんですけど、試験期日ですね。この令和3年度はですね、ちょっとオリンピックがあった関係で、ちょっと日程がね、例年とちょっとずれていたんですけど、通常は論文式試験は8月の上旬の土日月の連続する3日間が論文式試験のね、通常の日程ということになっていきます。最終日月曜日ですので、お仕事されている方はですね、お休みを取っていただく必要があります。で、予定ですと、令和5年度、2023年度ですね、皆さんが受けるべき2023年度は、例年通りですと8月の、5、6、7ですかね、が例年通りですと論文本試験の日程予定ということになってきます。8月の5、6、7のね、土日月の連続する3日間が例年通りですと2023年度令和5年度の試験日程ということになってきます。正式には2023年度令和5年度の1月ぐらいにですね、正式に日程は発表されます。で、あとね、受験地試験地なんですけど、担当式試験は全国で10カ所が試験会場となっていたんですが、論文式試験は全国で3カ所一応限られてきます。東京、大阪、効果ですね、この3カ所です。なので基本的には多くの受験生が宿泊をして3日間ですね、受験をしていく形になっていくと思います。なので、事前に特に試験会場に近いところのホテルですね、予約しておく必要があります。具体的な試験会場は、本試験の8月の2ヶ月ぐらい前ですかね、6月の下旬ぐらいに国交省から公表されますの で、それ確認して早め早めにできる限り試験会場に近いですね、ホテルですね、3日間確保するようにしてください。で、論文試験、試験科目はと言いますと、担当式試験は、行政法規と鑑定理論ですよね。で、行政法規というのは、これ、担当式試験だけで出題される科目になってきまして、一方、鑑定理論は、これ、専門科目ですので、論文式試験においても出題されます。鑑定理論。論文式試験においても出題されます。専門科目ですね。とともに、教養科目と言われます、民法、経済学、会計学ですね。教養3科目なんて言われたりするんですけど、で、合わせて鑑定理論、計4科目で試験が課せられるのが論文式試験ということになってきます。で、この鑑定理論なんですが、出題形式が大きく2つに分かれてきまして、まずはこの教養科目と同様に記述をしていきます。論文ですね、論文という出題形式がありまして、論文ですね。で、もう一つ、電卓を使って計算をしていく演習という形でもね、出題がなされます。教養と同様にですね、記述をしていく論文という形式と、電卓を追って計算していく演習というですね、出題形式、2つの形式に分かれていきます。で、この
演習については別の講座ですね、演習対策講座というもので、この演習についての対策を行っていきます。この鑑定理論の論文ブリッジ講座は、このね、論文についての対策を行っていく講座ということになってきます。で、出題される問題数、問数なんですけど、教養科目は、大問2問ですね。大問2問です。まあ、問題1、2という形で、大問2問がですね、問題1、問題2という形で、大問2問がですね、経済学も問題1、問題2、会計学も問題1、問題2という形で、大問2問が出題されます。で、一方、鑑定理論は専門科目ですので、教養科目の倍の問数が出題されます。大問4問ですね。2日目の午後に、まずは、問題1、2という形で出題されまして、で、3日目の午前中に、今度は問題3、4という形で、教養科目の倍の問数ですね、大問4問が出題されます。で、演習問題は大きな問題1問ということになってきます。で、配点はと言いますと、問題ごとにこれ50点ずつの配点になってまして、で、大問2問ですので、50点かける2問で、民法100点。50点、50点で合計100点。で、経済学も50点、50点、2問合計で100点。会計学も2問合計で100点。で、鑑定理論、2日目の午後、問題1、2で100点。で、3日目の午前中、問題3、4で100点。で、演習問題1問、まるまる100点です。なので、これ600点満点ですね。600点満点です。600点満点。で、そのうちの300点が鑑定理論ですよね。論文問題1に100点、3、4、100点で、演習問題1問で100点でね、300点が鑑定理論、配点されています。なので、鑑定理論の配点の半分を占めてますので、多くの受験生がですね、時間をかけて鑑定理論について学習をしていきます。やはりね、配点の半分を占めてます、鑑定理論については、多くの、ね、受験生がですね、多くの時間をかけてですね、学習をしていきます。で、鑑定試験は相対評価の試験です。なので、他の受験生が時間をかけて学習している鑑定理論については、皆さんも多くの時間をかけて鑑定理論についてはね、学習をしていく必要があるんだということです。鑑定理論を苦手としているようですと、なかなかですね、合格が厳しい。しっかりとね、時間をかけて鑑定理論をですね、学習していく必要があります。はい、ではね、敵をやっつけるためにはね、敵を知る必要がありますので、実際のね、論文の本試験問題、ちょっと確認をしていきます。実際のちょっと本試験問題ね、使っていきます。はい、これ実際のね、令和3年度の、論文の本試験問題です。A4 版でこう横書きの問題用紙になっています。拡大していきますと、令和3年度の、ね、本試験問題、不動産の鑑定評価に関する理論ですね、略して鑑定理論に関するですね、論文問題、これ問題3、4ですね。3日目の午前中ですね、問題3、4の問題用紙ということになってきます。で、100点満点ですよね。で、時間が2時間ですね。2時間で2問を解いていきます。で、これ3日目午前中の科目ですので、午前の10時から2時間12時までで、2問ですね、問題3、4を解いていくという形になっています。で、この問題用紙ですね、このペラペラめくれるような形になってるんですね。配布されて、で、試験始めって言われて、こうペラッとめくって問題を確認していくって流れになっています。で、ちょっとね、問題用紙見ていきますと、問題3、4ですね。それぞれ50点で、見えませんか ?50 点ですね。50点、50点で100点満点ということになってきます。ちょっと内容をね、ちょっといいので、形式を含めてね、ちょっとざっくりと、じゃあ問題3ですね。ちょっと問題文を読んでいきますね。確認していきましょう。はい、問題3。
新規時代を求めるための積算法に関する次の覚醒質問に答えなさい。証文の1、積算法の定義を述べなさい。証文の2、さらしとしての最優講習は高層店舗付き事務所地である土地について、使用目的を低層店舗に限る借地契約が結ばれる場合、基礎価格はどのように求めるか述べなさい。証文の3、期待リバーについて次の各問いに答えなさい。1、収益還元法の還元に回ると積算法の期待利回りの定義を述べた上で両者の違いについて説明しなさい。2、期待利回りを求める方法について述べなさい。証文の4、必要諸経費等として計上すべき項目を2つ挙げなさいとなっています。このように、書きやすいように、採点者側としましては採点しやすいように証文形式の形で問題が出されるのが通常ということになってきます。でまた問題用紙ですね、表紙をちょっと戻っていきまして、注意書きがいくつか示されてまして、注意事項のところですね。では縦読のところを見てください。縦読、回答は回答用紙の所定の欄に黒もしくは青のボールペンまたは万年筆で丁寧に書いてください。鉛筆等で書くと無効となりますとなっています。担当式試験はマークシート形式で出題されますので筆記用が鉛筆になってくるんですけど、一方論文式試験は鉛筆は使えずに筆記用具は黒もしくは青のボールペンまたは万年筆が指定されています。で3日間論文ですね、文章をこう書き続けていきます。大量の文字を書いていきますので、やっぱりね、筆記用具非常に重要です。書きやすい疲れにくい筆記用語をですね、ぜひ早めに準備をしてレックの答案練習会当練で試すようにしてください。本当に重要です。3日間合格者の中でこう検証演とかになっちゃうぐらい文字をねこういっぱい書く人いますので、しっかりね書きやすい疲れにくいですね筆記用具、黒もしくは青のボールペン万年筆ですね、いろいろ試して自分に合った筆記用具ですね、早め早めに見つけるようにしてください。細すぎてもダメですし、太すぎてもやっぱりダメですかね。にじみにくくて乾きやすいですね、そういった筆記用具ですね。私はね、受験生時代青の万年筆を使ったんですね。黒がいっぱいいる中で青ですと目立つとか、青ですとか目に優しくて試験にね、こういい印象を持ってもらえるんじゃないかって噂があったので青の万年筆使ったんですけど、実際試験を採点するときには、受験生が書いた答案のコピーをね使って採点するようですので、あんま色は関係ないと思いますけどね。ジェル状のものを使っている方多いので、そういったものを試していただいて、自分に合った筆記用具、ちなみにケールボールペンありますよね、こちらは願書で使用不可となってますので、それは使えません。それ以外で自分に合った筆記用具ですね、早め早めにこう準備をするようにしてください。であとは注意事項の3のところですね、問題用紙は表紙を含めて2ページ、回答用紙は表紙を含めて5ページとなっています。回答用紙ですね。はい、こちらが回答用紙になってきます。はい、B4 番ですね。B4 番の回答用紙ですね。こういったね、回答用紙等々のデータは国土交通省の試験に関わる情報欄のところにですね、データがアップされてますので、誰でも確認して打ち出すことができるですね、そういったことになっています。これもね、実際打ち出してきました。で回答者はですね、上の部分ですね、こうホチキス外さないという形で注意がけます。実際これホチキスが上でこう2箇所ほど閉じられている形式になっています。ね、これ問題3、4のね回答用紙ですよね。これ表紙で、受験地丸にして、で受験番号とかね名前とか書いた上で、で2ページ目から回答用紙ですね、回答用紙で、まずは問題3の1ページ目で、続いて問題2の2ページ目がありまして、で続いて問題4の1ページ目がありまして、で問題4の2ページ目って形ですね。こういった形です。要は1問あたり2ページですね。で、これ1ページが25行なので、で、2ページなんで50行ですね。1問あたり2ページ50行の回答用紙が与えられている。で、それが2問なので、こう2セットという形になっています。
1問あたり2ページですね。で1ページあたり25行かける2ページなので50行の回答用紙がですね、2セットですね、問題3、4という形で与えられているということになってきます。会計学はね、ちょっと独自の回答用紙なんですけど、民法だったり経済学はこの鑑定理論と同じ、25行かける2ページの回答用紙が与えられるということになってきます。これを使ってね、回答を作成していきます。ではどのような回答を作成していくかと言いますと、ではこちら見ていただきまして、国土交通省は回答例みたいなものは、ね、公表しないんですよね。模範回答例みたいなそういったものは公表しません。なので、予備校レック等々の予備校はですね、試験が行われた1日2日後ぐらいにそれぞれの講師がですね、模範解答例というのを作成して、ホームページ等でアップするという作業を行っていきます。でこれ実際令和3年度本試験後にですね、これ私が模範解答例という形で作成した、ね、解答例ということになってきます。やっぱりちょっと内容はいいので、ちょっと形式ですね、これ問題3の解答例になってくるんですけど、でちょっと見えますかね、このアンダーラインが引かれているところがありますよね。でこれが不動産鑑定評価基準、基準を引用している部分が、これ、ね、直線のラインが引かれているところでして、であと分かりますかね、ちょっと区別が、波線が引かれているところがあるんですけど、こちらが留意事項を引用しているところですね。実線が基準で、波線が留意事項を引用しているね、そういった意味になっています。で回答で一通りちょっと見ていただきますと、こうずっと大体見ていただくと、ほぼこう実線ないし波線のこうアンダーラインが引かれているというのは大体わかりますかね。ほぼほぼなんかラインが引かれてます。つまり鑑定理論の回答というのは、なんか現場で自分で考えて自分の言葉でなんか意見を述べると書くとか、そういった回答ではないんですね。鑑定理論におけるですね、論文式試験の回答というのは、基準留意事項を引用して回答を作成するというのが原則ということになってきます。なんか現場で考えて自分の意見をですね、記述するとか、そういったのが論文式試験じゃなくて、鑑定理論の論文式試験というのは、基準留意事項を引用して回答を作成する。それが鑑定理論の回答ということになってきます。で、この回答例なんですけど、回答例ですね。これは、超模範解答例です。つまり、この示されている解答例、そのまま書けないと合格することができないとか、そういったものではないです。これあくまで、超模範解答例です。私、試験会場にで実際にこれ書けるかというと、私も書けないと思います。これあくまで、ね、超模範解答例です。このままね、すべて書けなければ合格できないとか、そういった回答例ではありません。じゃあ、どの程度書ければ合格することできるのかと言いますと、一応、願書に目安が示されてまして、願書にはですね、おおむね6割とのですね、基準が示されています。なので、この示されている回答例の、おおむね6割ぐらいを記述できれば、50点満点なので、30点ぐらい、おおむね6割ぐらい記述できれば、合格することができるということになってきます。すべて書けなくても合格、することはできます。特に鑑定試験は相対評価の試験なので、例えば経済学とかってすごい難しい問題とか出たりします。そうすると6割どころか5割、4割程度でも合格することがね、できたりしますので、あくまで、これから示していく、他の項目も含めてこの回答例というのはあくまで、ね、超模範回答例ですので、このまま書けなければ合格することができないとか、そういったものではないんだってことですね。大体6割ぐらい書ければ合格することができる、ね、そういった回答例が示されてるんだということを理解をしておいてください。はい、ではね、これから受けていただく論文ブリッジ講座のちょっと位置づけについてお話をしていきます。でお手元、この論文ブリッジテキストというものがお手元届いていると思いますので、ちょっとそちらを準備していただけますでしょうか。で表紙めくって、で端書き目次を飛ばして、下ローマ数字3ページ目ですかね、ブリッジ講座の位置づけと書かれているページのところですね、そちらをちょっと開いてください。はい、ローマ数字3ページ目ですね、ブリッジ講座の位置づけと書かれているページですね、開いてください。
はい、ではまずこのブリッジ講座はどういった方を対象としているかといいますと、対象者、本講座は担当対策として一通り鑑定理論を学習した方を対象とする講座となっています。鑑定理論の基礎知識を、ね、身につけていることを前提にですね、講義進めていきます。で、本文のところ、鑑定理論は担当式論文式共通の科目であり、ベースとなる知識は基本的には担当論文共通で、アウトプット回答の仕方が異なるだけとなっています。基本的には担当特有の知識、論文特有の知識というものはありません。学ぶべき知識は共通ですね。ただね、アウトプットの仕方、回答の仕方がマークシートでマークするのか論文で記述するのか、その違いだけで、要は担当対策の基礎知識がそのまま論文対策の基礎知識となってくるんだということになります。なので、そのため本講座においては鑑定理論の全体像をざっくりとは総ざらいしますが、論文対策としてゼロから鑑定理論の知識を学ぶということは行いませんとなっています。全くの初学者を対象としてゼロから鑑定理論の知識をインプットしていくような、そういった講義のね、講義は行っていきません。すでにある程度鑑定理論基礎知識をですね、抑えているってことを前提に、講義ですね、これ進めていきます。なので、したがって担当合格コースを同時に申し込んでいる方、括弧飛ばしては、まずは担当合格コースに含まれている合格基礎講座全20回受講してから本講座ですね、受講するようにしてください。担当のコースを同時に申し込んでいる方ですね、具体的には担当論文フルコースの方、もしくは担当論文基礎コースの方はですね、含まれているこう担当合格コースの中に、担当論文共通の知識、基礎知識をインプットしていきます。鑑定理論の合格基礎講座全20回の講義がありますので、まずはこちらを受講して鑑定理論の基礎知識をですね、しっかりと身につけた上でこのブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。なので、まだね、受講されてない方はですね、今ね、ブリッジ講座の受講を一旦止めていただいた上で、この担当合格コースに含まれているこの合格基礎講座全20回ですね、受講してからこのブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。続いて、また独学の方など担当対策としての鑑定理論の理解が不十分と感じられている方は、論文合格コースの特典である可燃度の担当向けの速習講座全10回、ウェブ講座を視聴するなどしてから本講座受講するようにしてください。例えば独学で担当を受かった方とか、あとね、鑑定理論の理解がね、ちょっとまだまだ十分とは言えないと感じられている方は、この論文合格コースには特典として、昨年度の担当スーパー速習講座ですね、速習講座全10回分がこれウェブで視聴できるようになってますので、ざっくりとで構いませんので、まずはね、この10回分講義ですね、ざっと視聴していただいた上で、こう基礎知識ですね、一通り確認を抑えた上で、やはりこのブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。鑑定理論の知識ですね、ちょっとまだまだ十分とは言えないと感じられている方はですね、やはり一旦このブリッジ講座の受講をね、止めていただいて、特典としてついていますこの可燃度の担当スーパー速習講座ですね、こちら全10回分ですので、ざっとで構いませんので、まず10回分ですね、講義をね、視聴していただいた上で、鑑定の基礎知識ですね、ある程度押さえた上で、このブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。はい、ではこのブリッジ講座、どういった目的の講座かといいますと、下を映ってください。目的としましては、ご宿題、本講座は鑑定理論の論文を書くため準備をする講座となっています。つまりは、下、本講座は担当と論文の橋渡し、ブリッジ的な講座、つまり担当対策として学習した鑑定理論の基礎力を論文を書けるように、書けるような知識にコンバート変換していくとともにですね、まずは担当の正誤を判断するために身につけた知識を論文を書けるようにするために知識を拡充していく、そういった意識づけを行っていく講座がこのブリッジ講座なんだということになっていきます。橋渡し的に担当の正誤を判断できるような知識をですね、論文で文章を書けるような知識にですね、知識をコンバート変換していく、拡充していく、そういった意識を持っていただく講座がこのブリッジ講座ということになってきます。とともに、3行目、鑑定理論の回答の方、書き方を身につけることが、合わせて必要となってきます。
鑑定理論、回答の仕方がね、独自のものがあります。型があります。その型、書き方をね、身につけていくことも、この講座の目的としては重要となってきます。で、最終3行。本講座の受講にあたっては、特に縦の理解、深い理解、各概念の必要性等と横の理解、横断的理解、他の章との関連性等を意識することが重要となってきます。担当対策としましては、こう、ぶつ切り的に知識をね、押さえていてもね、ある程度対応することができるんですけど、論文対策としましては、ちょっとそれでは不十分でして、縦の理解と横の理解というのが必要になってきます。縦の理解というのは、各概念の必要性等々には深い理解ということでして、横の理解というのは、他の章との関連性等々を含めたね、横断的な理解ですね。深い理解、横断的な理解をですね、していくことが論文対策としてはやはり重要となってきます。それもね、こう意識をさせる講座がこのブリッジ講座ということになってきます。はい、あとはですね、じゃあ講座で使うですね、教材についてちょっと説明をしていきますね。まずはお手元届いているのはこの今見ていた2023鑑定理論の、論文ブリッジテキストですね。これオリジナルのテキストです。これは実は問題が6問ほど入ってるんですけど、問題6問を使いまして、鑑定理論の回答の型ですね、を身につけさせていくテキストということになってきます。続いてお手元、2023豪華基礎テキスト鑑定理論というのが届いていると思います。これレックの鑑定理論のメインテキスト、基本テキストですね。がこれ担当論文共通の基本テキストなんですけど、2023豪華基礎テキスト鑑定理論ということになってきます。中にはね、2022年度向けの、担当向けのコースでこのね基礎テキスト使っていた方もいるとは思います。鑑定理論は特に改正とかありませんので、その2022年度向けの豪華基礎テキストメモ書き等々してそちらの方が使いやすいということならば、そちら使っていただいても構いません。ちょこっとだけマイナーチェンジはしてるんですけど、基本的に大きな変更はありませんので、メモ書き等々していて使いやすいようならば、2022の豪華基礎テキストで、ね、それも使っていただいても問題ありません。で、あとこの2023効果系鑑定理論というものがお手元届いていると思います。これレック一押しの論文向けの、論証例集ですね、がこの2023効果系鑑定理論ということになっていきます。使い方使用方法は後ほど説明していきます。で、このブリッジテキスト、豪華基礎テキスト、効果系ですね、この3つはね、いずれも講義の中でね使用していきますので、お手元ね準備をして以降の講義ですね受講するようにしてください。あとですね、可能ならば、私ね、いくつかマーカーを使っていきます。ピンク、ブルー、グリーン、イエローのマーカーと、あとね、少し太めの赤と青のペンですね。こういったね、マーカーペン使っていきますので、もともと準備できる方はですね、こういったマーカーペンちょっと準備をしていただいてですね、これからの講義ですね、受講するようにしてください。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方終了いたします。はい、では第2ユニット講義の進めていきましょう。ではお手元、ブリッジテキストのではローマ数字の4ページ目開いていただけますでしょうか。はい、ブリッジテキストの4ページ目ですね。鑑定理論の論文対策学習法というところですね、そちら開いてください。ブリッジテキストローマ数字の4ページね、ローマ数字の4ページ目、鑑定理論の論文対策学習法というところですね、開いてください。はい、まずは鑑定理論論文対策として行うべきポイントとしましては、1つ目ですね、タイトルのところ、基準留意事項をより正確に暗記をすることがまずは必要となってきます。で、本文のところを見てください。鑑定理論の論文作成は、事前にインプットした基準等の中から問いに対応したものを抽出し、それを正確に引用して論証することが基本となってきます。先ほどもね、令和3年度の実際の
問題回答例を使って説明したんですけど、鑑定理論の論文というのはなんか自分の考えをですね現場で考えて論証するとかそういったものじゃなくて、基準留事項を引用して回答を作成するのが鑑定理論の基本ということになっていきます。なのでそのためにも基準等について理解を伴わせた精度の高い暗記が必要となってきます。鑑定理論の学習というのは一言で言うならば理解を伴わせた精度の高い暗記を行っていくのが鑑定理論の学習ということになっていきます。単なる丸暗記ではダメで理解を伴わせることが必要でして、さらには論文なので書けるレベルですね、そういった精度の高い暗記を行っていくことが必要となってきます。で4行目、相対評価の試験である不動産鑑定試験においては受験生の大半が多くの時間を費やして基準等の暗記の精度を高めている以上、皆さんも周りに書き負けないように暗記を進める必要があるんだということになってきます。鑑定論600万点中ですね300点配点の半分占めてますよね。なので多くの受験生がですね多くの時間をかけて鑑定理論、まあ、基準等々の、ね、暗記ですね進めています。なのでそういった受験生に書き負けないようにするためには相対評価の試験である以上ですね、皆さんも多くの時間を費やしてこの理解を伴わせた基準留事項の暗記をですね行っていく必要があるんだということになります。まあ、暗記短編そうですよね、暗記暗記といって、じゃあね本当に暗記必要なのかとかどんぐらいね勉強しなきゃいけないとか範囲はとかいろいろ疑問が出てくると思いますので、この暗記についての疑問にですねちょっとお答えをしていきます。はい、下を取っていただきまして、じゃあまずはそもそも論、そもそも暗記は絶対に必要なのかってことです。なんか自分の表現で書いてはいけないのかってこと、それだと合格できないのかってことです。やはりねそれだとちょっと厳しくなってきます。文章のところを見てください。鑑定理論は基準等の暗記自体を試す試験ではありません。基準等の文言通りに記述していないから点数がつかないわけではなく、基準等の文言通りに記述していないことによって内容自体が間違っているため点数がつかないこととなってきます。基準自体の暗記を試している試験では決してありません。ただ基準通りの文言で記述しないと結果内容自体が間違ってしまって点数がつかないことになってきます。なので抜群の理解力と抜群のね文才があれば基準留事項を暗記してなくても一応合格できる可能性はあります。私は、ね、講師も10年以上やってるんですけど、今まで1人だけだったんですけど基準留事項全然覚えてないんですけど、抜群の理解力とあとね抜群の文才とあとねやっぱ達筆だったんですけど本当ね受かりました。予備校のね採点ですとなかなかね点数はねもらえないんですけど、その方ですね受かりました。本当にびっくりしました。ただそれはですね本当ねちょっと奇跡的なぐらいです。なかなか基準留事項を暗記せずに合格するというのはですねそれもかなりイレギュラーでちょっと奇跡的なぐらいです。そういった勉強方法はちょっとリスキーな勉強方法となってきます。はい、続き文章。つまり実務を行っていないと受験生が基準等の意味内容を完璧に理解するのは困難であり、ちょっとした記述の違いが大きな間違いとなることが多いんだということになっていきます。基準留事項というのは不動産鑑定士が鑑定評価をするときのですね判断基準、広域規範となるものです。実務規範なんですね。なので実務を行ってない受験生がじゃあ、ね、全部が全部理解することができるかというとそれはなかなか厳しいんだってことです。本当は私がしっかり講義をして基準留事項全てですね理解させるべきなんですけど、なかなかやっぱり現実は厳しいです。やっぱり実務を行っていないので、全部が全部理解できるかというとさ、ね、なかなか厳しいです。やっぱりですね合格して実務を行って初めて分かる基準事項ね多々あります。私もそうでした。実際に合格した後に実務を行ってああなるほどこういったことなんだろうって分かったね基準事項いっぱいあります。実際ね今の合格者も全部が全部ですね基準事項分かってるかというと分かってないです。やっぱり分からないとこね残っています。全部を理解するのはなかなか厳しいです。そういった受験生が自分の判断でこの表現少し変えてもいいかなとかこの表現ですね少しねなくしてもいいかなって形で、回答を書いてしまうとねある程度自分の言葉で書いてしまうと結果それ内容が間違ってしまってなかなか点数がつかないということです。いやねしっかりと理解していないのに表現を変えてしまうとそれね
結局内容が間違ってしまって点数がつかないことになってきます。で続き、基準等を引用すれば減点はされません。究極丸暗記でも対応する基準等々を引用すれば減点されることはありません。で続き、試験員に自分の理解を適切に伝えるためには、いわば共通言語といえる基準等を駆使して回答を記述することが最善策、ベターなんだということになってきます。基準留事項というのは試験員との間の、共通言語なんですよね。共通言語です。試験員も基準留事項を暗記をして鑑定試験で合格して、で試験員になってるわけですよね。なのでこの基準留事項というのは受験生と試験員の共通言語なんですよね。なのでやはり自分の理解をしっかりと試験員にアピールするためには、この共通言語であります基準留事項を使うべきなんだってことです。例えば英語が母国語の人に自分の理解を伝えるためには、やっぱり英語を使うべきってことです。それと同じです。自分の理解をしっかりと試験にアピールするためには、自分の言葉じゃなくてやっぱり共通言語であります基準留事項を使うことが理解をしっかり伝えることにつながってくるんだということになってきます。試験員というのは問題ごとに1人の試験員が現れます。教養は2問なので2人の試験員、鑑定ではですね、論文は4人の試験員がね選ばれて、でそれぞれが問題を作って、でそれぞれが責任を持って自分が作った問題についてですね、採点をしていきます。で8月試験で真夏真っ只中ですね、試験後にですね、論文試験、試験大体1000人ぐらい受験するんですけど、大体、1人当たり1000通の、答案をですね採点して、これ結構大変なんですね。なので大体1人当たりの採点にかけられる時間は数分と言われています。そういったわずかな時間、数分間の採点時間の中でいい印象を持ってもらえる回答というのは、鑑定理論についてはね、初めから終わりまで、スッと流れよく読める答案が、引っかかりのない答案が良い印象を持ってもらう答案です。それはやっぱり共通言語であります基準留意事項を使った回答ということです。初めの3行ほどで基準留意事項、共通言語が使われていると、この人しっかりと基本を身についてるなっていい印象を持ってもらって、その後ですね、さーっと読んでもらえるんですね。引っかかりなく、荒探しされることなく。一方で初めの3行からオリジナルの自分の表現で回答を書いてると、やっぱりね、試験は採点しなきゃならないので、まあしょうがないから読み込むわけですよね。読み込むってことはやっぱ荒探しをされて、結果ですね、低い点数になってきます。同じ内容ならば、自分の言葉で書いてる答案としっかりと基準留意事項を使って書いてる答案ですと、絶対にこの基準留意事項を使った共通言語であります基準留意事項を使った回答の方がいい印象、いい点数になってきます。なのでやっぱりこの共通言語でありますこの基準留意事項をしっかりと暗記をして、それを使って回答をですね作成していく必要があるんだということになってきます。はい、じゃあどの程度のレベルで暗記をしていく必要があるのかってことです。下映ってください。暗記の精度のレベルはどの程度必要なのかということになっていきます。担当対策としましては、足の整合を判断できるレベルにしていけば十分に合格することはできます。一方論文の場合は記述できるレベルですよね。担当の足の整合を判断できるレベルと記述できるレベルというのは、正直ね、格段の差があるんだということになってきます。文章のところ、本試験において結果的に7割程度の精度で基準等を引用できれば問題ありません。そのためには手におはわや句読点まで厳密に考える必要はありませんが、意識としてはほぼそのまま暗記をしていく必要があるんだということになってきます。日本語として成立していれば7割ぐらいの精度ならば十分にですね、合格することができます。つまり手におはだったり句読点まで厳密に考える必要はありません。ただ普段の意識としては、暗記をする際の意識としましては、基本的に、ほぼそのまま10割精度で暗記をしていく必要があります。どういったことかというと、普段の意識から7割程度でいいんだと思って暗記をしていると、それ結果的には5割程度の精度になって、で緊張している本試験の場ですと結局4割ぐらいになってしまいます。4割程度の精度ですと、やっぱり内容が間違ってしまって点数、いい点数ついていきません。なので実際の本試験の場で7割程度の精度で回答を作成するためには、普段の意識としては10割です。10割の意識で暗記をしていくと、結果的に大体8割ぐらいになってきます。で緊張する本試験の中ですと7割精度になってきますので、それで十分合格することができるということです。
本試験の場で7割程度の精度で回答を作成していくためには、普段の意識としましてはほぼそのまま10割の意識で暗記をしていく必要があるなということになってきます。で、加えて最終2行、また本試験においては基準と思い出している時間はありませんので、瞬時に引用できるレベルにしておく必要があります。本試験2時間で2問、まあ、1時間で1問のペースでですね、回答を作成していく必要があります。これ、ね、かなり時間タイトです。つまりなんか基準って何だったっけなって思い出してる時間はですね、全然ありません。なので現場で基準理事項をですね、バーッと吐き出せる、こうマシンのようにダーッと吐き出せるレベルにしておかないと、それは使える基準理事項とは言えないということになっていきます。思い出せる時間はありませんので、こう瞬時に吐き出せるようなこうマシンみたいにダーッとね、吐き出せるようなレベルに持っていくのが、まあ、試験で使える基準理事項の暗記ということになっていきます。そういったことも必要になっていきます。ではどこまで暗記を進めれば いいのか、範囲ですね、暗記の範囲はどの程度まで広げる必要があるのかってことです。5ページ移ってください。暗記の範囲につきましては、担当対策としましては、総論第1章から各論第3章まで担当本試験はこうまんべんなく出されますので、全範囲にわたって一通りですね、学習をしていく必要があるんですけど、論文対策としましてはこうね、出やすいところと出にくいところがあります。文章のところ論文式試験において出題されにくい分野がありますので、イメージとしては基準が8割、留意事項が5割、トータルすると全体の7割程度が暗記をすべき範囲となってきます。やっぱりですね、出やすい分野と出にくい分野が論文の場合あります。あと論文本試験ですと、近年の本試験で出されたところというのはしばらく出ないという傾向があります。そういった意味でもね、やっぱりこうメリハリがありますので、メリハリをつけてですね、暗記はですね、進めていく必要があります。ざっくりと留意事項8割、基準8割、留意事項5割で、トータルすると、まあ、全体の7割ぐらいの範囲暗記をしていく必要があります。つまりは4ページ下、精度としても7割程度、範囲としても7割程度ですね、くらいで暗記の範囲精度ですね、進めていく必要があるんだということになってきます。ではどういった順序順番で暗記を進めていく必要があるのかということですね。下の暗記の順番はというところを見てください。基本的にまずは基準、続いて留意事項という順序で順番で暗記を進めていく必要があります。やはりまずは基準ですね。で、続いて関連する留意事項という順番で暗記を進めていくのがベターということになっていきます。で、続きまた章ごとのメリハリも意識すると良いでしょうということになっていきます。総論第1章から各論第3章、全部で12の章ですよね。やはりメリハリがあります。じゃあちょっとメリハリをつけていきましょう。ではお手元合格基礎テキスト準備してください。合格基礎テキスト準備してください。はい、で合格基礎テキストの、では端書き本書の特徴等とちょっと飛ばしまして、目次のページのところちょっと見てください。目次を使って章ごとのですね、メリハリをつけていきます。端書き本書の特徴飛ばしまして、目次のページ見てください。というか章ごとに ABC のランク付けをしていきます。メリハリをつけていきます。C ランクというのはやらなくてもいいとかそういったものではないです。優先順位として後回しにしていいということです。やらなくていいということはないと思ってください。どこから優先的に暗記をしていくべきか、こうメリハリですから、ね、山張りじゃなくて、なので ABC ランクつけていきますが、 C ランクというのはやらなくていいということじゃなくて、優先順位として後回しにしていい、最終的にはやっぱ暗記をする必要があります。そういった、ね、メリハリをつけている、ね、ランク付けということになってきます。まずは総論第1章ですね、不動産の鑑定評価に関する基本的考察、こちらはですね、章としましてはランクは C ランクということになってきます。2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されておられる抽象論が総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察ですよね。1章は本試験ですと10年に1回回ぐらいな感じでメインとして出される、そういった分野です。なので出題可能性はですね、高くはありませんので、メリハリランク付けとしましてはですね、章としましては C ランクということになってきます。続いて下、総論第2章、不動産の種別及び類型性分類概念です。
これ場面設定として、まあ、前提として分類概念、種別類型が本試験で出題されることがありますので、これ前提を理解してないとしっかりとした回答をね、作成することできませんので、そういった意味では、これランクは B ランクですね。賞とした B ランクの賞が、総論第2章、不動産の種別類型ということになってきます。で続いて、じゃローマ数字2ページ移ってください。第3章、不動産の過去を形成する価格形成要因。こちらは、出題可能性としましては、可能性が高い分野なんですね。3章というのは、価格形成要因は本試験でよく出される、出題可能性が高い分野です。ただ、この暗記をする分野という意味では、暗記の範囲はですね、羅列されているところありますよね。あれら全部覚える必要はありませんので、暗記をする範囲が狭い、限られているという意味では、ランクとしましては、以上 B ランクとしていきます。出題可能性は高いです。ただ、羅列されているところ全部覚える必要はありませんので、暗記をする範囲が限られているという意味で、一応ランクとしては一応 B ランクとしていきます。で、続いて3ページ。総論第4章、不動産の価格に関する諸原則ですよね。11の原則、語呂合わせ的にこれ冒頭の漢字を取りまして、これ受変代、最近収集、規定、供与みたいな形で覚える11の原則です。こちらはやっぱり1章と同じで抽象論でして、なかなかやっぱ本試験で出しにくいんですよね。この4章がメインとして出されるのはやっぱり10年に1回くらいです。しかも、結構最近令和3年度にこの諸原則4章をメインとした問題が出されています。そういった意味でもしばらく4章メインの問題はちょっと出しにくいかなって形で、一応ランクとしましては C ランクですね。章としましては C ランクの章ということになっていきます。ただもう原則って11ですよね。受変代、最近収集、規定、供与、所詮11しかありません。4章はそれぞれの原則を定義をしっかりと押さえれば、ある程度の問題には対応することができますので、まあ、正直早め早めに11の原則の定義はですね、とっとと暗記をしてほしいですね。一応そういった章ということになってきます。一応ね、 C ランクなんですけど、範囲狭いのでとっとね、暗記をしてしまえば十分に対応することができます。で、総論第5章ですね。安定評価の基本的事項、こちらは A ランクですね。優先的に暗記をしてほしい、出題可能性も高い重要な分野です。留意事項もありますが、留意事項も含めてしっかりと暗記を進めていただきたいのが総論第5章、安定評価の基本的事項ということになってきます。で、次4ページ進んでください。総論第6章、地域分析部、個別分析ですね。こちらは近年の本試験でこの6章絡み結構出てるんですよね。重要な章なんですけど、出題サイクルという意味ではちょっとランクが下がって、こう B ランクとしておきましょう。例えば令和3年度とか三遊講習の判定に関する問題とか出されたりしてますので、出題サイクルという意味ではちょっとね、ランクが下がる B ランクという形になってきます。でした、総論第7章、鑑定評価の方式。これ範囲も広くて細かい留意事項なんかもいっぱい出てくるんですけど、やっぱりこちらはもう A ランクですね。大変なんですけど頑張ってね、留意事項も含めて優先的に暗記を進めてほしいのが総論第7章ということになってきます。続いて6ページ進んでください。6ページ下、総論第8章、鑑定評価の手順ですね。10個の手順が示されています。出やすい手順と出にくい手順があるんですけど、賞自体のランクとしましては、じゃあ B ランクとしておきましょう。 B ランクということになってきます。で、7ページ、総論最後の章ですね。総論第9章、鑑定評価報告書。これ形式論ですよね。なのでランクとしては一応 C ランクということになってきます。ちょっとメインとしては出にくい章ですね。形式論ですので C ランクということになってきます。で、格論を移りまして、次のページ、格論第1章、価格に関する鑑定は、こちらは A ランクですね。出題可能性が高い、優先的に暗記を進めてほしい章が格論第1章、価格に関する鑑定評価。で、続いてした格論第2章、賃料に関する鑑定評価ですね。こちらは出題サイクルという点から見てもちょっとね、 C ランクですね。ランクが下がります。賃料絡み結構ね、最近出てますので、そういった意味では出題サイクルという観点からも
この各論内事象賃料に関する鑑定評価はちょっとね優先順位下がって C ランクということになってきます。で最後の章ですね、各論第3章証券化対象動産の価格に関する鑑定評価ですね、平成19年度の改正で新たに加えられたのがこれ各論第3章です。で改正分野というのは本試験でね結構出されやすい重要な分野でして、これ平成19年度で改正されて平成20年度から試験範囲となったんですけど、平成20、21、22、3年連続で改正後ですね出題されています。でしばらく出ていなかったんですけど、近年またですねこの各論第3章絡み結構出されていますので、そういった意味ではちょっと内容的に難しいね部分もあるんですけど、メリハリとしましては章としましては B ランクの章がこの各論第3章ということになってきます。あとこうメリハリをつけてですね優先順位の高い章からですね、まあ基準からでついて留意事項という順番でですね暗記を進めていくようにしてください。またブリーチテキストを戻っていただきまして、はい、ブリーチテキスト5ページ戻ってください。じゃあ具体的にどういった方法で暗記を進めていけばいいのか、暗記の方法について説明をしていきます。暗記の方法はというところを見てください。暗記方法は音読、黙読、書き写す、録音して聞くなど様々で、特に正解というものはありません。自分に合った暗記方法を早めに見つけることが重要となってきます。正直やり方10人十色です。絶対的な正解はありません。それぞれね自分に合った方法を早めに見つけることが重要です。で続きその際ハードルを高くして三日坊主とならないように生活の一部として毎日続けられる方法を選択するようにしましょうということになっていきます。ハードルを高くしても結局ね三日で終わってしまうならばこれ意味がないということです。長丁場ですので生活の一部として毎日続けられる継続できる方法をですね選ぶことが重要です。鑑定理論の暗記はですねもうこれからもう合格するまで毎日です。鑑定理論は専門科目です。なので、他の科目とこれ同時勉強です。同時並行的にね暗記を進めていく必要があります。鑑定試験の特徴はですね複数の科目を同時に学習していく必要があります。特に鑑定理論は専門科目ですので他の教養科目と同時並行でもう鑑定理論は合格するまで毎日です。毎日暗記を進めていく必要があります。ピアノの練習なんかと同じですよね。ピアノの練習ってこう1日休むと取り返すのにね数日かかれていますので、暗記もねちょっと休んでしまうと取り返すのに時間かかりますので、こう毎日毎日続けることが重要ということになってきます。で続き特に働きながら学習をする方は隙間時間を有効活用することがポイントとなってきます。いかにこの隙間時間を確保して有効活用していくかが特に働きながら、まあ、学生の方でもそうですね、学業ともしくはね働きながらですねお仕事のバランスをとっていかに隙間時間を有効活用していくかがポイントです。ざっくりと机に座って勉強できる時間は教養科目だったり鑑定理論の電卓を使っていく演習の方の勉強して、で通勤通学の時間とかそれ以外の隙間時間は全部基準留意事項の暗記に充てる、まあ、そういったすみ分けなんか必要になってきます。机に座ってね机上で勉強できるね時間は教養科目だったり演習のね勉強して、で一方ね通勤通学とかね全ての隙間時間をね鑑定理論の基準類似項の暗記に当てるですね、そういったこうね住み分けなんかが必要となってきます。で続きまた論文式試験なので書くということを意識することも重要となってきます。書いていく試験ですのでやっぱ暗記する際にもねあると書くってことを意識することが重要となってきます。私が実際受験生時代にやったやり方なんですけどですね、書くというのとあとねあとで音読、書くと音読をねハイブリッドしたようなですねそういったやり方を枠でね暗記をしたんですけど、例えば原価法の定義を暗記するときにはこういったねノートだったりこう白い紙にですね自分でね口で言いながら、例えば原価法とは価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、その再調達原価について
減価修正を行って対象不動産の積算価格を求める方法で、これは殴りかけて構いませんので、こういった形ですね、言葉で言いながらキーワードを殴り書きしていくような、そういったね暗記の進め方はね、ワクチン受験生時代に行っていました。ここずーっと書いていってですね、書いていって、でこういった書いたものを捨てずに残しておいて、こうずーっと貯めておいて、で受験当日にですね、こう貯めておいたね自分の成果を見て、これだけ自分書き写したんだから、大丈夫だって自信を持って本試験臨んだみたいなことをやりましたんで、いろいろやり方あるんですけど、ある程度こう書くってことを意識することも重要。ただね、書くっていうのはこれ時間がかかりますよね。そういったデメリットがありますので、中にはね全然書かないでもうずっと黙読等々で暗記をする人もいますし、あとこうなんかマーカーしてこう隠して消えるようなものありますね、ああいったものを使う方もいますし、あとは自分でねなんかこう録音して、でそれを聞いて覚えるという方もいますし、とにかくね自分に合った方法を続けられる方法をですね、早め早め見つけるってことが重要です。で、レックでは合格した方と我々講師とかですね、対談をする動画を撮ってですね、ホームページ上にアップしています。合格者の方と我々講師のね合格者対談という形ですね、収録をしてですね、その動画アップしてますので、その中で各合格者が自分のね暗記の仕方みたいなのを喋ってくれてますので、いろいろやり方あります。でね、自分に合った方法が中にはこうね合格者の中で喋ってくれてる、ね、ところもあると思い、こう参考になると思いますので、ちょっとしたこう隙間時間で構いませんので、そういったね対談なんかも見ていただきまして、自分に合った暗記方法をですね、早め早めに見つけるようにしてください。で続いてまたブリーチテキスト戻っていただきまして、はい、暗記の方法の最終段落のところを見てください。なお暗記において重要なのは、覚えることよりも忘れないようにすること、メンテナンスが必要となってきます。覚えるというよりも忘れないようにするですね、こうね、メンテナンスチェックのタイミングを早め早めに入れておくことが重要ということになってきます。つまりはですね、こう忘れないギリギリのタイミングでまた戻ってくるですね、そういったねチェックのタイミングを入れていかないと暗記の定着度が高まっていかないんだってことです。古典的な暗記の仕方というのはね、古典的な暗記の仕方というのは一章全部覚えて、で次二章覚えて、で三章覚えてって形で、でこう暗記をしていくっていうのがなんか古典的な暗記の仕方なんですね。でもそれですと一章から最後各論第三章まで暗記をするのに、例えば半年くらい普通にかかったりします。半年暗記をして、じゃあ半年間にまた一章に戻ってきて、じゃあ覚えてるかというと、これ全然覚えてないです。覚えたことさえも忘れてるぐらいです。なんで半年ぐらい戻ってくるというのは、これ、ね、チェックメンテナンスのタイミングとしてはそれはもうちょっと遅すぎるんだということになってきます。つまりは続きの文章2行目後半、基本的には1週間を担保として全体をより多く繰り返すことで暗記を進めていくことが重要となってきます。なんとかの忘却曲線なんて言われたりするんですけど、大体ね人ってこう暗記をねできている期間というのは、まあ、大体1週間、まあ、長くても10日間ぐらいと言われてます。なのでそれが一応ギリギリの期間ですので、1週間暗記をしてまたね1週間ぐらい戻ってくるですね、1週間をですね担保期間として、ね総論1章から各論第3章までこう繰り返し繰り返しですね回すことによって、こうミルフィーユに積み重ねていって暗記を進めね、少しずつこうね進めていくということになってきます。とにかく1週間でまた戻ってくるということです。なので例えば初めはもう1週間で1章から各論第3章まで暗記をするというのはですね、それこそもうね章のタイトルぐらいしか初めのね1週目は覚えられないと思う。それで全然十分です。1週目はそれこそね各章のタイトルぐらいしか覚えられないと思う。それで十分です。とにかく1週間やったらまた戻ってくる。でとにかく1週間で暗記をできる量をですね、少しずつ増やしていくってことです。1章から各論第3章まで覚える期間を短くしていくってことじゃなくて、1週間で暗記をする量を少しずつ増やしていって、で最終的には本試験1週間前には1週間で総論1章から各論第3章までを全て言えるようにするですね。
この1週間で覚える量を増やしていって、最終的にはですね、全部を1週間で言えるようにするですね、そういった学習を進めてください。暗記をする量を増やしていくってことです。期間を短くするよりも暗記をする量を増やしていく。とにかく忘れます、絶対忘れます。忘れることをね、もうね、もう恐れたらダメです。忘れるんですけど、ただ2度目暗記をするときにはやっぱり1度目よりもやっぱり暗記をする時間はですね、わずかですけど減っているはずです。なんでとにかくもうね、忘れますんで暗記をする時間を少しずつ短くしていくってんですよね。1度目よりも2度目の方が暗記をする時間短くなりますので、でこう1週間で回し量を少し増やしていって、で最終的には1週間で1章から各の第3章まで言えるようにするですね、そういったことをですね、進めていくようにしてください。暗記大変です、本当に厳しいようですけど、暗記からちょっと逃げれません、正直言うと。私はこう大学受験自体日本史得意で暗記をちょっと得意から自分で思ってたので、基準類似語の暗記も結構できるからってね、高を食ってたんですけど、もうすごく大変でした、本当に大変でした。基準類似語の暗記っていうのは、まあ、それぐらい大変です。でしかもこう暗記をしている実感がこう、ね、右肩上がりでこう、ね、ずっとね、実感がね、上がっていけばいいんですけど、なかなか暗記をしている実感がずっともう低空飛行なんですね。基準類似語の暗記っていうのもずっとこう低空飛行 で最後の最後でやっとね、ポッと上がってきて、なんか暗記をできてきたなってタイミングが来るんですよ。こう右肩上がりでね、実感が湧いてくれば、なんかね、モチベーション的にも続けられるんですけども、ずっと暗記をできてないって実感なんですよ。暗記はできてるんですけど、実感としては全然暗記できてない、こう低空飛行なんですよね。これがやっぱ大変なんですね。こうそこで粘り強くね、最後の最後でポットはね、暗記ができてこうね、花開く、ガッと上がってくるタイミングがありますので、このガッと上がってくる時まで粘り強く、実感がないまま低空飛行のままでも、なんとか粘り強く暗記をするというのが重要です。正直もう 2,3 ヶ月ぐらいですと、もうね、ほぼ暗記できてないです。暗記こうできてる実感湧かないと思います。暗記はできてるんですけど、実感ほとんど湧かないと思います。なんでこう 2,3 ヶ月先生暗記をしたんですけど、全然覚えられていないんですけど、質問しないでください。それが普通だと思ってください。それぐらいでも暗記は正直ね、実感湧いてきません。まあ、少なくとも1年後ぐらいになると思います。それぐらい変わります。実感が湧くのは。本当に本試験の直前でパッとね、上がってきます。そこまで粘り強くやっていくかということです。鑑定試験は、ね、努力が報われる試験と言われています。暗記をすればするほど鑑定量の点数が高まってきて合格することができます。なのでこう粘り強く、実感は湧かないんですけど、本当に粘り強く暗記を進めることが、鑑定試験、特に鑑定量の対策としては非常に重要となってくるんだということになります。はい、まずはですね、論文対策としての鑑定量のポイントはですね、理解を伴った基準類似語の暗記を進めるということで、ね、まずは重要ということになってきます。はい、以上をもちまして第2ルート講義の方を終了いたします。